皆さん、こんにちは。嵐の櫻井翔さんの演技については、毎回賛否が同時に現れます。ドラマに出演しないでバラエティに集中してほしいというファンまで出てきます。しかし、そういった批判は受け流し、嵐の中でもコンスタントにドラマに出続けているのも確かです。現在スタートエンターテイメント社に所属している櫻井翔さん、配役決定には何か裏があったのでしょうか。深掘りしてみたいと思います。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。女優の水川あさみさんが主演を務めたドラマ笑うマトリョーシカが9月6日に最終回を迎えました。早見一馬氏の同名小説が原作で、水川あさみさんが演じるジャーナリストが総理候補ともささやかれる若き人気政治家をめぐる闇に迫る物語となっていました。この若き政治家を演じたのが嵐の櫻井翔さんでした。現実に元官僚の父を持ち、日本テレビ系のニュースゼロではキャスターとして政治家を取材することもある櫻井翔さんが政治家の役を演じることは、放送前から大きな話題を呼びました。もう一つ注目が集まったことがあります。櫻井翔さんが主演以外でドラマに出演することです。助演を務めるのはなんと22年ぶりとのことでした。4月から旧ジャニーズ事務所の新会社が始動したことで、企画や役によっては主演ではなくても柔軟に仕事を引き受けるようになった変化が感じられます。些細な変化ですが、重要な変化とも言います。今回引き立ったのは、政治家役を演じた櫻井翔さんの怪演でした。主演ではないものの、原作小説では政治家が主人公であり、ドラマでも物語の鍵を握る重要な役どころでした。櫻井翔さんが演じた政治家は、他の人の考えや言葉を吸収して、それを自分のもののように発信することができる人物です。また、学生時代にヒトラーとそのブレーンとされる人物、ハヌッセンに関する論文を書いていたことなどから、主人公のジャーナリストは政治家を陰で操るブレーンが存在するのではないかと考えるようになります。しかし、ブレーンは存在せず、政治家自身がその裏を書いて周囲を操っていたことが判明しました。それを告白する櫻井翔さんの怪演が絶賛されたのです。ネットニュースラボ。その一方、実はこの櫻井さんの配役を決めたブレーンとも言える人が存在するんですと、何とも不可解な証言をするテレビ局関係者がいます。かつてジャニーズ事務所が日本の芸能界の覇権を牛耳っていた頃、当然のことながらドラマの配役を決めるのも事務所が中心となって決めていました。つまり、スタートエンターテイメント社に移行されてから、そういった忖度は働かなくなったと見るのが一般的でしょう。しかし、今回の櫻井翔さんの背後にはある人物がいたのではないかと言われるようになりました。その正体は一体誰だったのでしょうか。その人物を探っていくと、旧ジャニーズ事務所の社長を務めていた藤島ジュリー景子氏だといいます。ジュリー氏は嵐の育ての親としても知られています。しかし、2023年に表面化した故ジャニー喜多川氏の性加害問題によって、タレントのマネジメント業務からは外れることになっていました。以降は被害者への補償や心のケア以外には関わらないとされていたはずだったのですが、これは一体どういうことなのでしょうか。ジュリー氏はかねて「笑うマトリョーシカ」の原作者である早見氏の大ファンなのだといいます。それもあって、原作本が出版されたばかりの頃に2人の会食が実現していました。その際、政治家役はぜひ櫻井にと懇願したといいます。そもそも早見氏は同小説の執筆中に偶然櫻井さんの出演している番組を見て、作中の政治家のキャラクターへのインスピレーションを受けたそうです。そのためジュリー氏からの提案にも納得し、今回のキャスティングにもつながったのではないでしょうか。ジュリー氏もドラマを見て笑っていたことでしょう。さて、今回のドラマが好評だったのかということを語る前に、ファンから寄せられたコメントによれば、笑うマトリョーシカ、櫻井翔さんの演技が演説に見えてなど、ところどころ不満があるようです。全体的なストーリーや最後に明かされた真相は、政治サスペンスとして質が高かったといいます。しかし、最終話を総括すると、想定を上回るような驚きも面白さもなく、
がっかりさせられたと視聴者の一部は憤っていました。未来の総理候補として高い人気を誇る若き国会議員とその有能な秘書の得体の知れない謎の関係性に主人公の新聞記者が迫っていくヒューマン政治サスペンス。最終回を終えて真相を何重にも覆い隠した秀逸な構造やヒトラーにはハヌッセンという彼を操っていたとされる強烈なブレーンがいました。物語序盤そういった場面があったことから黒幕はハヌッセンではないかという展開が繰り広げられていました。最終話前の段階で母親が幼少期から青年期までの生家桜井翔さんを操っていたのは事実で、その後に他の人も操っていた時期があったものの、今現在はこの3人ともハヌッセンではなくなっていることが判明します。最終話は今生家を操っているハヌッセンは誰なのかというのが最大の焦点でした。結論が気になる方は TVer で鑑賞してください。次々と明かされるドラマの真実がまるでマトリョーシカのように真相を何重にも覆いかぶせた素晴らしく凝ったストーリーということで、タイトルの中にそれが含まれていました。感服させられたファンもたくさんいたようです。ネットニュースラボとはいえ、連続ドラマというエンタメ作品として考えると最終話を迎えた時点で黒幕の大本命が予想と違っていたことは否めません。なぜなら最終話までに怪しい主要キャラたちが次々と現在のハヌッセンではないことが明かされていたので、黒幕の格としてふさわしいのが桜井翔さん演じる清家ぐらいしか残っていなかったからだとドラマの視聴者は述べています。とても秀逸な構造を持った物語だっただけに、もうちょっと清家イコール黒幕説にたどり着けないように工夫した展開や演出で煙に巻いてほしかったというのが正直なところだとするコメントもありました。もったいなかったとする点として、最終対決の桜井翔さんは悪い意味で情熱的なとてもうまい演説という感じだったといいます。一部の人たちは黒幕の予想が容易だったことのがっかり感以上に最終話を見てがっかりさせられたのが桜井翔さんの演技だったといいます。総じて桜井翔さんの演技は悪かったわけではないのですが物足りなかったという意見がたくさんありました。この最終対決のシーンはワンクール使って引っ張ってきた全ての謎が解き明かされるシーンであり、言うなれば本作の全部を背負った見せ場でした。サスペンスものの成否を決めるその重責を桜井翔さんが担うには少々厳しかったという意見が見られました。情熱的なとてもうまい演説という言葉は褒め言葉ではありません。演技感が抜けていなかったという揶揄として捉えるべきです。もし現実の政治家が街頭演説でこの桜井翔さんばりの熱量で弁舌を振るっていたら多くの聴衆の心に響くのかもしれませんが、それはつまり見栄えがいいからだとしています。しかしこのクライマックスシーンの桜井翔さんは生々しい本音を吐露していたので、もっと見苦しいぐらいの演技の方が良かったのではないかという意見もあります。見たかったのはもっと狂気的に振る舞うなどした常軌を逸した桜井翔さん。桜井翔さんは上品で見栄えが良く綺麗な演技をしていました。だが見栄えの良さなんて捨て去って醜い姿を晒してほしかったとする意見が多く見られます。最終話の桜井翔さんの演技で伝わってきたのは彼は役者よりも政治家としての資質がありそうだということぐらいでしょうか。物語の構造がとてもよくできていた政治サスペンスだっただけに、このがっかり要素がもったいないと感じた最終話でした。ファンはどのように見ていたのでしょうか。桜井くんの演技は良かったと思う。静かに狂気をうまく演じていた。最後に犯人が暴かれて豹変する演技はよくあるが、大体は大げさでやりすぎる。大げさだとコメディになるからね。桜井は1話から不穏な感じをうまく演じて新境地だと思う。自分は家族で最終回を見ましたが、家族を含めて最終回の桜井さんの演技がすごく良かったということで意見が一致した。理由は小さい頃から青年期まで母親からマインドコントロールされて自分というものを出すことなく育てられ、ある時期から自分というものに疑問を持ち葛藤していく複雑な心理状態をうまく演じていたと思う。今までコントロールに従って冷静に演じることに慣れていた人間が激しく感情的な振る舞いしない、あるいはできないのではないかと思う。桜井さんの演技は非常に良かったと思います。ここでは良かったとする意見の方を集めてみました。いかがだったでしょうか。今回は桜井翔さんが出演したドラマについて見てきました。
ドラマを通してみると不気味な恐怖展開ではなくて、誰もがともするとポピュリズムに傾きがちだけど現実的に見つめ直してみませんかという投げかけにも思えます。冷静さと心の葛藤が抑制された演技で表現されていたと評する人物もいます。このドラマは櫻井翔さんの代表作になったのではないかとする意見もありました。演技が下手との汚名返上につながっていることを願うばかりです。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。